回はですね、古民家にテスラ製の蓄電池、日本初の宿泊施設への導入事例にというニュースですね。このテスラ製の蓄電池っていうのは、下にも出てるんですけど、パワーウォールというもので、以前にもご紹介させていただいた蓄電池なんですけども、まあ、これがですね、値段も安くって、性能も高くてっていうことで、かなり日本の蓄電池界にとっては脅威に当たるんじゃないかなと思うものなんですけども、それについてね、また深く話をしていきたいなと思っております。まあ、ヘッダーからどんどん読んできますね。テスラモータースジャパンは2021年3月26日、同社の家庭用蓄電池パワーウォールを群馬県神流町が所有する宿泊施設に導入したと発表した。パワーウォールの日本宿泊施設への導入は日本では初だということですね。だから一般家庭にはもうどんどん入ってきているということなんですね。テスラモーターズジャパン以下テスラは2021年3月26日、同社の家庭用蓄電池パワーウォールを群馬県神流町が所有する宿泊施設に導入したと発表した。パワーウォールの日本宿泊施設への導入は日本では初だということですね。こんな感じです。これ外観見ても分かる通り、かなり薄めで小さいものです。パワーウォールは容量 13.5kW 時の家庭用蓄電池で、最大10台 135kW までの拡張が可能。これもすごいですよね。拡張性があるということです。で、しかもここですね、パワーコンディショナーを内蔵してやるということです。で、外径寸法も、1150mm。これ縦がそうだと思いますけどね。で、幅が 755mm。で、薄さというか幅、厚みですね。これが155mm ですから 15.5cm ということですね。で、重量はまあ、そこそこあります。114kg ということで、屋内外の設置に対応していると。これもすごいですよね。屋外でもいいということです。出力は 5kW、ピーク時 7kW で、停電時には 200V 家電の利用も可能だということです。で、出力 5kW って書いてますけど、これは、オフグリッド、開けオフグリッドという方のですね、本を読んでたときに、大体最大でその方はですね、3kW ぐらいまで抑えてたというふうに言っております。もっと家電を使う方だと、まあ、10kW ぐらいは出力ピーク時でね、使うんじゃないかなという形なので、2つ、あるいは3つ、これが重なっていれば、まあ、大家族で相当電気を使うっていう方でもない限りは大丈夫じゃないかなというところですよね。で、今回、パワーウォールを導入した古民家の宿、川の根かな？は、築130年の古民家を活用した宿泊体験施設と。宿泊体験施設なんですね、これね。パワーウォールのほか、同社の電気自動車モデル3や充電設備、太陽光発電も導入されており、宿泊者はクリーンでサスティナブルな生活を体験できるということですね。ここです。モデル3が置いてありますね。宿泊者が電気自動車モデル3を利用できるキャンペーンも実施するということですね。なお、蓄電池の設置などは、テスラの認定提供会社であるデストラストバンクが実施。両社は、今回の取り組みを通じて、古民家の宿、川の根、そして、神流町全体における再生可能エネルギーの利用、及び地域のエネルギーレジリエンスの強化に貢献するとしているということですね。まあ、このニュースですね、私がなんで注目したかっていうと、このモデル3を使えるということですね。で、テスラという会社がこれだけのことをやってきているということです。で、このパワーウォールというですね、蓄電池ですね。まあ、私の動画っていうかね、まあ、このチャンネルっていうのは本当に微々たるものしか再生回数いかないようなもの、まあ、こんな感じのね、ふうに撮ってる動画なんで、まあ、それもしょうがないなと思ってはいるんですけども、の中でも結構、見られてる動画です。まあ、何百回、何千回ぐらいかな、言ってるところもあるんですけどね。ちょっと最近見てないんでわからないんですけども。で、このパワーウォールっていうのが、やっぱり今既存の
蓄電池メーカーにとってもですね、かなり脅威だとは思います。現在の状態でね。で、まあ税込みになると100万を超えちゃうんですけども、税抜きで199万円ぐらいだったの、あの値段で設置できると。で、しかも、パワーコンディションは込みなので、他に設置するね、面倒な、設置の、なんだろうな、面倒さっていうのも多分少ないと思うんですよね。で、パワーも結構ありますよね。13.5kW ですから、これだけの大きさで 13.5kW のパワーを、有しているもの、しかも値段も込みで、さらにパワーコンディションも入ってっていうものだと、家庭用のものとしては今までにないと思います。で、私がね、これに注目したっていうのは、まあもちろんそういう性能的なものもそうなんですけど、テスラというメーカーがですね、車も含めて、日本にですね、すごい勢いで襲来しているということなんですね。モデル3もそうなんですが、今度ですね、テスラが導入する車というのですね、バッテリーのパワーもすごく、航続距離も伸びて、さらに性能も高くなってはいるんですけど、さらにですけれども、値段が安くなってきているということなんですよね。300万とか200万を切る車が、どんどんこう輸入されるぞというところですね。今のところですね、日本の電気自動車事情ですと、まあ、リーフが割と頑張ってるかなっていう感じではあるんですが、それでも300万近い値段で、あの形しかなくて、さらに、航続距離はですね、まあ、実質的なものは200キロあるかないかぐらいらしいですね。まあ、使い方とか乗り方によって多分変わると思うんですけど、充電のスピードもね、やっぱりかかりますし。で、トスラはですね、急速充電も含めて、アメリカでも相当流行らしているというところなんですけど、テスラの本当の会社の形というのはですね、バッテリーメーカーなんですね。特にリチウムイオン電池を、主電源というかですね、主なものとして作ってるんですけれども、リチウムイオン電池の肝というのは、電池のコントロールだそうです。これはホリエモンさんも言ってましたけどね。で、そのコントロールの仕方っていうのはですね、どこにも真似させないように、社外秘としてね、かなり、強力にですね、守っているところだそうです。まあ、そこが肝なんでしょうね、リチウムイオン電池の。リチウムイオン電池っていうのはね、かなり熱を持つんですよね。で、その熱を持ったりするところのコントロール、それ重放電のコントロールっていうのは非常に難しくて、これが大きくなればなるほど難しいそうです。で、パナソニックさんとも協力して電池を作ってるんですけども、そこの部分はですね、一切触れさせないようにして、パナソニックさんに電池を作ることを依頼しているというところだそうですね。はい。もう完全にそこの部分は分業しているというところだそうです。すごいですよね。で、もう一つね、そのテスラ3というね、自動車、これちょっとね、ここからずれてしまうんですが、同じ YouTube、まあ同じっていうのもね、全然違いますけども、YouTube の中で、よく新車の試乗機なんかをね、紹介しているゴミヤスタカさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、このテスラの電気自動車に対してですね、モデル3だったかちょっと忘れたんですが、まあ、黒船が襲来すると言ってました。で、そこからですね、私もさっき言ったように、これからのね、テスラの戦略っていうのが、いろいろと垣間見れて、日本のね、自動車業界はそれによって崩壊するんじゃないかというふうに非常にね、危惧をしていたんですよね。で、日本っていうのは、良くも悪くもですね、自動車産業によって支えられている部分が非常に大きいです。これは、部品メーカーまで含めると相当な数の、産業を支えている部分なんですけども、それが電気自動車によってですね、思いっきり変わってくるですね、様相が。で、それについてトヨタの自動車、工業連盟の、ね、会長として、まあ、やってたトヨタさんですよね、トヨタ自動車のトヨタ昭夫さんだったっけな、まあ、方が、まあ、菅さんのね、そうい菅首相がやっぱり2030年
まずね、かなりの、その、グリーンエネルギーを導入するという提言に対して、苦言を呈してたんですね。ちょっと早すぎると。日本の中で、その方向転換するにあたって、その部品メーカーまで含めたですね、産業構造、これね、販売会社とかもそうですし、保険もそうですしね、やっぱりいろんな部分で、早すぎるというふうに提言してたんですね。で、まあ、テスラの思惑もそうですが、電気自動車の最終目的というのは自動運転化ですね。で、それもテスラもどん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 導入してきてますし、ドライバーのいない車っていうのをですね、いち早くやっぱり導入できるのが電気自動車の大きなメリットでもありますけど、これは日本のその交通事情とかも含めてですね、まあ、ものすごい大打撃を与えるんじゃないかなというふうな気はします。これ以前ね、私の動画の中でも言いましたけれども、ホリエモンさんもね、言ってましたけれども、かなりのですね、打撃が来ます。まずですね、車が売れなくなりますね、自動運転化すると。なぜかというと、買う必要がない、所有する必要がなくなります。スマホでどんどん来るようになってきますよね。で、しかも道路上を運転する場合に免許がいらなくなるということなので、これ警察の仕事も相当なくなります。違反がなくなりますし、運転免許を取る必要もなくなる、自動車教習所もなくなる、で、免許センターもなくなる。ね、相当なもんでしょ、これ。考えてみてください。で、さらに所有の概念というのはなくなるので、家にある駐車場ももちろんですが、パーキングというものがだいぶ様変わりするんじゃないかなと思います。で、今、道路上を走っている車の数というのは、全部合わせるとですね、日本の道路が全部埋まるぐらいの数があるんですけれども、それが稼働率をどん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 上げていくとですね、いらなくなるということですね。で、今、日本にある車、ガソリンで動く車、軽油で動く車っていうのが、軒並み全部いらなくなっちゃうということですね。どっかに捨ててこなきゃいけないと。解体しなきゃいけないということになりますよね。しばらくそういった会社は儲かるかもしれませんが、まあ、あらゆる車に関する産業の部分としては、どん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 、ね、やばくなるということですね。で、車の中のパーツも全然変わってしまうわけですね。特にトランスミッションですとか、デフですとかね、そういったものを作ってる会社っていうのは、もういらなくなってしまいます。ね、すごいですよね。私の知ってる範囲ですと、関東自動車っていうですね、トランスミッションなんか作ってる会社なんかがあるんですけれども、そこがやっぱり大きな工場となくなったっていうのはやっぱありますね。横須賀の方、横須賀の田浦っていうところですけども、そこの方で結構大きな会社だったんですが、まあ、かなりの従業員がいたと思うんですけど、それもね、やっぱり軒並みね、ずいぶん前ですけども、工場がなくなりました。こういう社会を、まあ、ですよね、先取りしてというかよくわからないですけども、なってくるかなと。こういう未来をね、予測してそうなってきたんだろうな、という感じですけどもね。このテスラの勢いっていうのはやっぱり全然止まらないと思います。イーロン・マスクさんっていうのはね、世界で今一番お金持ちだっていうふうになってきましたので、そのお金を使ってですね、どん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 そういった開発に、力を入れてくるんじゃないかなというところは、まあ、目に見えてますよね。それとスピードですね。ものすごいやっぱり事業の改革のスピードが速くて、誰も追いついてこれないんじゃないかなというところもやっぱり大きいです。まあ、そういった形ですね、ね、日本の、車社会が崩壊してくるという予報というかですね、予想がやっぱりできてくるかなというところですね。で、各地でもう実験的に自動運転の部分というのはもう行われてきてまして、日本の産業構造的には非常に大きいとは言ってもですね、自動運転によって恩恵を受ける人の方が圧倒的にまだ多いわけなので、車を使って生活をしている人、車に関する生活、車でいろんな生活をの糧を得ている人っていうのは、日本の中でも相当まだ多いと思われるんですけど、愛知県のね、豊田市なんか相当すごいと思いますけどね。これね、保険もダメになるんですよ、そういえば。自動車保険に入る必要もなくなるわけじゃないですか。保険会社だって相当な打撃だと思います。
ソニー損保がね、相当ね、やってますけど、あれ一切いらなくなりますよね。だって、機械が運転するようになったら、車に関する責任というのはね、全部機械に行くわけですから、まあどうなるのか危ないのかなっていうところもあって、なかなかね、難しいとは思うんですけども、まあ本来ね、車で事故を起こすのは人間のせいなので、ほとんどが。100% そうだと思うんですけどね、車のせいっていうのは、まあ 99% ない 1% ぐらいなのかなっていう感じがしますけども、まあ、そういったところでですね、世の中が激変するということです。まあ、いろいろね、抵抗勢力みたいなのがこう反対するとは思うんですけど、この流れ的にはですね、まあ変わらないかな、早いか遅いかっていうだけじゃないかなと私は感じておる、言いますし、まあ世の、まあこれを聞いている中でね、自動車業界の方でやっぱり脅威の感想というかですね、脅威に思っている方っていうのも多いと思うんですけどね。そういえばね、最近街中で Uber Eats をの仕事をやってる人すごく多いんですけど、あれも本来はね、Uber って何やってるかって海外行けばすぐ分かると思うんですが、白タクなんですよね。白タクっていうのは、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、一般の方がですね、自分の車を使ってタクシーのようなね、行為をするということです。人を運んで運賃をもらうということをすることです。するということですね。日本の場合は国土交通省によってタクシー運転手の権利が守られているということなのですけれども、結局規制をかけてですね、入ってこれないようにしているだけなんですね。本来 Uber というのはどういうことかというと、スマートフォンを使ってですね、ドライバーと利用者をつないでですね、まあ、スマートフォン契約をするわけですね。タクシードライバーとしての登録をするということを Uber に登録するということです。で、そうすると、まあ、その日からですね、タクシーに乗りたい人がスマホでこう交渉してくるというかね、こう連絡が来るわけですね、Uber から。例えば、東京駅から、ちょっと大手町まで、タクシーで移動したいという方がですね、タクシーアプリ、まあ、Uber のアプリを使って、応答するわけですね。で、その時にタクシードライバーっていうのは、また Uber のタクシードライバーですね、登録している方が、いろんなレベルがあるわけです。で、今すぐ来れるけど、ちょっと車の運転の質が荒いとかですね、そういうのがちゃんとレベル表示されています。例えば、運転がちょっと荒いんだけど、今すぐ来れる人が近くにいますとか、あるいは、非常に有料なドライバーさんなんですけれども、あと5分待ちますとかですね、そういうふうに全部 Uber のアプリを登録するとできるわけですね。で、有料なドライバーの方は、値段もちょっと高かったりするそうですね。そういったランク付けっていうのが、もう一瞬ね、そのどっかに行きたいって登録するだけで、パッとこう出てくるそうです。そういうシステムを組んでるのが Uber なんですね。で、今度タクシードライバー側というかね、Uber のドライバー側っていうのは、まあ、いろいろそのタクシーアプリに登録して、どっかに行きたいっていう人がいるところに移動してですね、それで人を乗せて動かすということなんですよね。で、そのタクシーのドライバーに関している感想っていうのもですね、そのタクシーを乗った人、Uber のタクシーを乗った人が入れるっていうこともね、やるそうなので、それによってシステムがどんどんうまく動いてるということなんですね。だから、海外ではもうタクシー会社なんかどんどん潰れててですね、いろんなそういった Uber 以外の会社というのがですね、どんどんできてるそうですね。で、これがね、Uber も最終目的でどうしたいかっていうことですね。自動運転化なんですね。Uber はシステムを作ってる会社なので、それでも相当伸びてきてるそうなんですけれども、まあ、東南アジアの中で、ね、Grab っていう会社があったりとかもね、いろいろしてるんですが、そういうニュースってね、一切日本に入ってきてないっていうのもね、すごいなと思うんですけれども、まあそういうことなんです。で、日本っていうのはね、まあ規制に守られてるから大丈夫だっていうふうな、考えもあるんですけども、まあ、こういう形でね、実際にいい商品というものが、黒船来航のようにドカッて切ってしまうと、車もそうですし、こういうね、家庭用の蓄電池もそうですし、そのシステムっていうのが一気に来るようになってくると、まあ、変わらざるを得ないよねっていうところに
来るんじゃないかなと思います。それが早いか遅いかだと思いますよね。はい。まあ、ということで、このニュースというのは、実は深い意味があるよっていうところをちょっとお伝えしたかったんですけど、皆さんもね、独自でちょっといろいろ調べてみるといいです。ゴミ安坂さんの動画っていうのもね、ちょっと検索して、調べてもらえれば出てくると思います。黒船来航とかってね、黒船来航かな、ちょっとね、忘れましたけど、そういうタイトルでこう出てると思います。電気自動車の紹介をね。で、その時にの動画は結構長いんですけど、30分近いかな、30分以上になってるかもしれませんが、ものすごい早口でね、喋ってるんで、大変なんですけどね、聞き取るのも。でも、興味ある方もね、ご覧になっていただいてもいいかなと思います。はい、私の動画もかなり長くなってしまいましたけれども、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。